途中で辞めるっていうことになると、もう2回目これ。はい。うん。だからもう、ちょっと笑いもな、な、なってしまうんじゃないかっていうことはないし、うんうん 非常に危ういと、もう、おかしな状態にはなってるなと思いますね。この夕方5時からの会見では、いるのがワクチンの問題です。えー、さっき、あの、かなちゃんにも伝えてもらいました。えー、コロナ対策をめぐっては、明日、明日、感染症対策本部を開催して、その後の臨時閣議で、ワクチン確保に今年度第2次補正予備費活用を認める方針。えーまあ、予備費10兆円と言われてるんですけども、うん、このワクチンに関しては、まあ ロシアはほぼ完成したとか、え、それから今年後半、あるいは来年前半には、えー、まあ、チームは普及し始めるんじゃないかという中で、私も気になったのはこの前見た新聞記事で、えー、ワクチンなどの専門家によると、まあ、例えば、その、ハードル競争があったとすると、いくつ目のハードルですか、今、って言ったら。 10個中2つ倒したぐらいいじゃないのえ、もう夏も終わろうとしてる段階でまだそんな段階なのそれだけそのワクチンの開発、えー、それから臨床、そして認証、えー、普及というのは、いくつもハードルがあるんだと。そのハードルも高いんだっていう報道を見て、えー、まだなのと思ったんですが、森さんはまた違うチャンネルで、このワクチンについてる情報は そうですね。まあ割とこの間コロナのあの話を書いてきたので、うん、まあ専門家の方々だったとか、まあ厚労省の人だったちだとか、うん、まあいろんな人に、まあお医者さんに呼ばれしたりしてるんで、うん、なんとなく雰囲気はわかるんですけど、あの、ワクチンは基本的には無理ですよ。あの無理。うん あの、少なくとも、ここ一年でできるみたいな話は、しない方がいいと思うんだけど、うん、まあやっぱりそれをこう、なんとなく明るい話として、うん、もう世界中はやらざるを得ないっていうような状況の中で、それは、あのね、いい加減なワクチンができるかもしれませんけど、うん、ちゃんとしたワクチンというふうになる、日本が使えるワクチンとなると、えー、要は健康な人に打つわけですから、それで健康以上が出たら、うん、しかも、 膨大な数を打つわけですから、ワクチンっていうのは。あのなかなか、そのやっぱり難しいと思いますよ。そのハードル2個目というけども、僕が聞いた感じではスタートラインに立ったかどうかぐらいの程度じゃないでしょうかね。まだレースは始まってない,はい,、はい。まだ始まってない。だって、まあ,あの今日の、ね、新聞見てたらちょっとおかしな新聞あの報道だなと思ったんですけど、あの ワクチンって今先行してるのはアストラゼネカというところとファイザーというところにはアメリカとイギリスの会社ですよね。ここ,こ,こが、まあ、要するに日本に提供すると来年にも、ね、提供してくれる、まあ、契約を結ぶということで、うんまあ、交渉をしてるわけですけど、で健康被害があった時にはあの、ここは保証しなくていいっていうそういう契約になる,なるんですよ。 そんなバカな話だよ。約メーカーは一切保証はしないと。そう。責任取らないと。責任取らない。責任取るのはそれを、要するに、買ってくれた国がやれっていうことですねそうそう。日本がやるっていうのは、日本政府がやるって。うん、そんなバカな契約ありますか、うん、その作った、作った人たちに責任がないっていうのは。うん、だから、つまり、その程度なんですよ。うん、あの、今のワクチン議論っていうのは。うん だから、あんまり期待し、過度な期待というよりも、ほとんど期待しない方がいいな、うん、僕の感想だし、うん、まあ、おそらく専門家の人たちも含めて、そう、大多数の人がそう思ってる。うん。うんでな、なんとなくそう、まあ、明,る明るい材料として、そう、要するに政治的に言ってるだけで、うん、新聞もね、あの、よくよく聞くと、 あの、政治部の方は、こういう話を出したがるわけですよね。うん、で、だけど、まあ、科学部の中は、まあ、医者に近いので、またはまあ厚労省なんかの人の話聞いてるので、日常的に、こんな危ない話書いていいのっていうので、止めようとするんだけど、うん、どうしても新聞、その政治部に引きずられて書いてしまう、うん、しまってるっていうのがどうも現状らしくて、うん、で、我々はそれを読む、読まされる方は、うん どうしても新聞が書いてるから正しいだろうテレビが言ってるから正しいだろうと思ってるけど、実際はそんなことはないんですよ、これ。というふうに僕は思いますけどね。来年の前半、えー、夏前には普及できるんじゃないかって言ってるんだけど、でも一方でワクチンってそんな簡単にできることではなく、あの、完成品ができて、それから、 今度は臨床して、うん、あの、要するに安全を確認するためのそのハードルっていうのはめちゃくちゃ多いんだと。うん、それを急いじゃうと、それこそ森さんおっしゃってるような健康被害っていうものの問題が現実的に出てくる。うん、だ今だから第3フェーズっていうのが入ってるんですけど、まあ第3フェーズまで行くわけですよ。どんな薬でも。はい、うん、大体すぐに。はいはい、第3フェーズからどん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 落ちていって結局できませんよっていうのが、うんうん 特にワクチンなんかは、はい、だからサーズのワクチンもマーズのワクチンも未だにできてないんですよ。10年経って。うん、だ普通10年でできるかどうかっていうのがワクチンであって、うん、でまあできたと言って、実際に打とうとしてるのはロシアですよね。うん、それと中国。うん、これ、健康被害が出ても、まあ変な言い方ですけど、 そんなにこう、あの、騒がないような国じゃないかなっていう。まあ、こんなこと言っちゃったら失礼だけど、ちょっと命の軽さが、うん、ロシア、中国は、と日本と比べるとちょっと違う感じしますもんね。うん、だからロシアはやるんでしょうね。この秋からやるって言ってるから。はいはい、もう、あの、撃つんでしょう。うん、じゃあやっぱり、でも嫌がるんじゃないですかね、国民はね。分かってる人はね。ロシアの世論調査では、うん、国民の半数以上は撃ちたくないって言ってるっていう。うん だちょっと異常な状況には来てますけどねうん。そうだと思いますよ、それは。